川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第30回を、お届けします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、30回ということで、気づけばもう去年の12月からなんで、もう先生8ヶ月、収録もこれもう8回目ぐらいだと思いますけど。そうですか。そんな実感はなさそうです ですね。いい意味で。はい、ということで今日も引き続き、変わらずマイペースで、マイペースとかアワーペースでやっていきたいと思いますが、前回と、脳は嘘をつく、純粋性に勝る力はなしという話もありましたが、先生、何でもまだお話足りないということで。そうですね。はい、もう少し脳のことについて、とても大切なことなので、聞いてほしいなと思います。はい、で、私たちの脳と、植物との違いっていうのは、ちょっとこの時間で話せればいいかなと思うんですね。脳の働きの中に、私が思っているのは、脳はすごく怠け者なんですね。で、知識を好むっていうのがあります。だから、例えば、皆さんが、このパソコンとかそういうものをやると、すぐ漢字を忘れてしまいますよね。はい。それはなぜなのか。で、歩くとすぐ足腰が弱くなってきて、怠けると、それを、そちらの方が弱くなると言いますよね。思いますよね。特にヨーロッパの人たちはそれを怠けるのが大好きで、自動車を、開発し、あと、田植えをする時のトラクター、耕運機とか田植え機とか、日本人が思いつかないようなものを、ヨーロッパの人たちは、便利。飛行機もそうですよね。便利なものを、あれは脳の働き、脳の本来ある怠け者をこう、表現したものだと思うんですけどもね。で、その中で私は、脳は、言葉で考えているなと思うんですね。言葉で考えている。うん、植物は直接受けていると思うんですね。だから、ちょっとだけもう少し、説明すると、脳は怠け者で知識を好んでますよね。はい、ということは、早川さんもそうでしょうけど、勉強することはとても嫌だった。文字で学ぶことは嫌だったと思うんですよね。でもなんか皆さん勉強をさせる言葉が大好きですね。これも今言葉で喋ってるんですけども、結局私が言ってることは言葉で聞いてみんな分かったつもりだと、それは脳が言葉で知ったことをもう体験したと思い込むと言いますかね。今逆に言えば、つもりって言いましたね。それを逆な言葉で言えば、脳はいつも言葉で知って体験を拒んでる。裏の言葉はですね。現に行動を残そうとしないっていうのは、善意、人のものをあげるとか、手伝ってあげるとか、自分の時間をあげるとかいうような、体験を拒むって言いますかね。はい、もう自分で、下かぶりみたいになってしまいますよね。だから、私のとこに来る人も、たくさんの本や、たくさんの講演や、たくさんの映像を見た人ほど、行動がないんですね。頭で考えて、脳だけの知識の人間になっているって言いますかね。はい、下かぶりと、知識とデータが大好きっていう人が私の講演に来ます。でもそういう人たちは日常の行動ができないんですね。悟りとか、で、話を聞いただけで自分が出来上がったと思い込むと言いますかね。それは短期間しか続かないんですよ。ちょっとの間だけ親切にしていく。僕は一生が貫かないといけないよ。確かに。ちょっとだけそれ聞いた、映画見に行ってその気になって、高倉健になって出てきて、喧嘩して負けて、あ、高倉健じゃなかったと悟るようなもんでね。まあ、言葉はあれなんだけど。それこそね、経営の本でも自己啓発書でもビジネス書でもいいんですけど、その時読んで、なんかもうできたつもりになったりとか、わーってすごいモチベーション上がるけど、それでまた元に戻って、それをずっとぐるぐる回って一生終わっちゃうみたいな、ね。そうですね。また元に戻る。出来上がっ、自分がと、あらゆることが、人間が出来上がった、それから体験が出来上がったと思い込むと言いますかね、はい、短期間で終わってしまう。だからそれをずーっと僕は一生懸命持ち込みなさい、続けること、貫くこと、一つでもいいから、これだけ守って一生懸命貫くっていうものをこう身につけてほしいな、脳に騙されないでほしいな、体験を、良き体験を積み込んで、この人生は楽しいんだっていうことをこう、知ってほしいなと思うんですね。苦しんでる人たちや、いつも
トラブルやマイナスのことや人から言われたことに傷つく人たちに言いたいんですね。こんなもんはこう消してしまえばいいんだ。次に善処をすればすぐ立ち直れるんだ。うん。と言いたいんですよ。負けるな。脳に負けるな。脳に負ける。脳の記憶に負けるな。本当はあなたたちの心には良きこと、良き体験から、を、たくさんの人に好かれたいし、大きな友達を持ちたいし、自由に生きていきたいというんですかね。それともう一つは、お金は大好きだけど、お金に左右されない人生っていうのはあるっていうことを教えてあげたいんですね。その未来を、脳に騙されないで、作ることができる。はい、脳の騙されないというのは、脳が作り出す不安と、恐れと、マイナスの出来事、万が一とか、やったらダメとか、だから、なんか、気をつけてねっていう言葉を、は、あなたにマイナスの出来事を強要してるって言いますかね。提示してるっていう、こう、気がついてほしいんですね。だその方向に行かないように、まず、脳は嘘つきだ。データで生きてる。ということを知ってもらうといいですね。です。じゃあ、それを直すのは、じゃあ、どうしたらいいかって言ったら、そうですね。その場合は、僕は私は断食と瞑想を進めますけどね。まさに。そこで出てくるわけですね。そうです。なぜ出てくるかって言ったら、脳が停止するんですよ。脳が停止すると、心が蘇るんですよ。脳と心は同じ袋の中にあるようなもんで、脳の働きは停止、小さくなると心の働きが大きくなっていくんです。まさに思考停止していいわけですね、そういうの。そう、思考停止すると心が働き始めるっていうか。だから本屋さんに行くと、もう、脳を活躍、活性化する本ばっかりです。もうざわつきますよ、ざわざわね。ものすごくね、お金の話、なんか儲けるなし、簡単に自分の習性を直す話とかいうのは、あんなんでほとんど身につかないと思うんですよね。欲望だらけだな、本屋さん、そういう意味では。で、それもね、自分にとって都合のいいことだけを取り入れるか、また脳に騙されるんですよね。で、またトラブルを起こしてしまう。はい、で、欲をかけたら、立てられるっていう。そこで、ちょっとだけ、こう、脳の停止をやってみるのが、こう、断食と瞑想がすごい心がいいと思います。そうか、そうですね。そこで今までね、まあ今日初めて聞いた方はぜひ遡って聞いていただきたいですけど、断食があり、瞑想があり、まあその方法もあるということだと思うんですけど。で、そこで、ね、ちょっと面白いことがあるんですね。もう少し時間があるんで、私の話を聞いてもらえたらいいと思うんですけど、はい、人間には脳がありますよね。植物には脳がないんですよね。で、宇宙のエネルギーというのは光、この間もお話ししたと思うんですけど、はい、光というのは7つの、まあ、分かりつけば7つの色を持ってますね。いいですよね。で、それぞれの色は、それぞれの意志とエネルギーがあるっていうお話ししたと思うんですね。赤は、我々を活気づけてくれたり、グリーンは我々の体の病を治してくれたり、ブルーというのは我々の心を沈めてくれたり、からピンクというのは、恋とか優しいという言葉を、エネルギーをこう増してくれるとかいうふうに、光というのは、こう、意志とエネルギーと、デザインをこう送り込んでくるんですよね。そうですね。うん。それを脳がない人たちが表現してるんですよ。花たちですよ。そうか。まあ、光合成なんて言葉もあるくらいですね。光合成っていうよりも、あれは光合成って、なんか、科学者言ってると、もっとすごいんですよ。もっとすごい。宇宙からデザインと意志を受け取ってるんですよ。色という。そうか。だから色が、赤の色が美しいとか言うけど、はい、そうじゃなくて、あの中にこう意志があるんですよ。言葉、日本語で言えば言葉、優しさとか思いやりとか、あなたを、なんか、虜にするとかいう、その、意志が入ってる。意識って言いますかね。はい。だから、花たちはね、脳がない分、直接、宇宙からもらったデザインと、そのエネルギー、色というエネルギー、言葉で言えば優しさと、思念ですね。はい、思念。思念を全部受け取ってるんですよね。そうか。ダイレクトにというか。だから脳がないんですよ。でも、小さなお花とかお花さん見に行ってみてください。素晴らしいですよ。いろんなピンクの花が筋を入れたり、黄色を入れたり、まあちょっと色を変えたり、真っ白にしたり、真っ赤にしたり、まあ、素晴らしい、こう、デザインでやってますよ。ちょっと色、形を変えたりとか。まさにデザインしてるとしか思えないですよね。デザインを受け取ってるんですよ。デザインしてるじゃなくて、
彼はデザインを受け取って、それを素直に表現したんですよ。そうですね。うん。だから彼らは、私たちのも素直で綺麗で、短期間我々に講演、光を、エネルギーをくれて、それを教えてくれてるんですよ、ね。で、僕、それが断食中に私をすごく感じたんですよ。誰も言ってないけどね、僕はそれを強く感じましたね。すごいなぁ。そっか。でも先生、最後に一つ聞きたいんですけど、今回まあずっと脳は嘘をつくだったり、なんかもう脳はそこだけを取られるとなんか悪者みたいな、結構そういうふうにも感じ取れちゃうんですけど、脳を逆に活かすとか、いい部分とかっていうのはなんか別に脳を変わるわけじゃないんですけど、何かありますか？それを今度の次の機会にしましょう。いい引っ張り方ですね。これ、僕たち意図的じゃないんですよ、皆さん。そうそうそう。そうですね。ここで終わるつもりだったけれども、はい、それがいい引っ張り、ね、ありますね、はい。これ、皆さん信じてほしい。これ、アドリブですよ、僕ら。そうそう、アドリブです。ということで。まあ、それにつなぐあれとして、はい、なんかしておいてほしいのは、こう、うん、脳は、その、なんていうの、言葉で考えるっていうことですよね。ああ、おっしゃってましたね。転換するときに言葉でしてしまう。はい、うん。だからそこに嘘とごまかしが入る。はい。で、神はそこをまた救う方法を教えてくれてるんですよね。うん、言葉でやると我らはそこに苦悩と悲しみと、からトラウマと、また喜びといろんなものを。はい、ところが、植物たちは直接受け取ってるから全部喜びなんですよ。うん、だから、花とか綺麗なものを見ると勇気もらったり、うん、愛しくなったり、楽しくなったりしますよね。彼らは、宇宙からもらった楽しい心地よさをそのまま表現してるんですよね。はい。で、我々はそれを言葉でこう変換してるから、うん、そこに苦悩と計算が入ってるっていうことをこのシリーズで伝えたかったんですよね。うん、なるほどね。救いはまた次のページで。はい、もうそれも楽しみです。ということで皆さんぜひ来週もお聞きいただきたいんですが、番組では北川先生への質問を引き続き募集しております。詳しくは、北川八の公式ホームページからお寄せいただくか、北川アットマークキクタス .jp、すべてアルファベット小文字で、北川 kitagawa アットマーク kiq、アルファベットの q、tas.jp までお寄せいただければと思います。今日は第30回お届けしました。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.